こんばんは、ハモです。今回は無限強化、美課金以下でも優先して良いキャラっていうところでお話ししていこうかなと思います。動画の最初にまずお礼を言いたいんですけど、今回無限強化の動画を作るにあたって、自分の端末だけで分かんない情報とかあったんで、多くの方から、情報提供いただき、ありがとうございました。おかげで動画作れてるかなと思うので、というところで今回は美課金視点での、無限強化優先度ランキングっていうのを紹介していこうかなと思います。無限強化とは何ぞや、どのぐらい影響あるのみたいなところに関しては、こちらの動画でねお話ししているので、よければこちらも見てみてもらえればなと思います。今回はこんな感じでお話ししていこうかなと思います。まず対象キャラと配布状況からですね。文字だと分かりづらいんでアイコンにするとこんな感じですね。最新の UR は、直近出るセフィロス、アムネリス、ユフィ。既存 UR は FF7 コラボの復刻キャラクターと、どういう選定なのかわからないですけど、旧キャラが多いかなって感じですかね。SSR からはモントとナシア、SR からはリレルイラってところで、こちらに関しても、同時解放ではなくて、徐々にっていうお話だったので、EX ジョブと同じような感じで、月に何体かずつ解放されていく形かなと思います。なので今回は第1弾で解放されたユニットの中で優先度ランキングっていうのをお話ししていこうかなと思います。で、無限強化の優先度ランキングをこう作る上で、僕ちょっと動画を出すのがこう遅れがちなので、すでにもう無限強化のランキングとか性能一覧みたいな動画を上げてくださってる方は結構多いかなと思うので、美課金なりの動画をこう作ろうかなと考えた時に、やっぱりこう無限強化って誰でもできるわけじゃなくて、無限強化を解放するのと転生するのに、始終と新しいアイテムであるアントラーとスクロールをやっぱ使うわけなんですよね。で、3周年の記念として実装された機能で、運営さんとしても、ぜひ触ってほしいというところで、国営放送のプレゼントとかで、ある程度は配布で、アイテムをもらってるので、誰でもちょっとはできる状態ではあるんですけど、やっぱり複数キャラクターを無限強化しようとすると、ショップで石を使って購入したりとか、ガチャを使って入手したりとか、あとは課金をして入手したりとかですかね。この辺が必要になってくるかなと思います。で、もう一つ、チャレンジミッションでも入手できますね。SSR のモントと UR のメディエナをそれぞれ120レベルにすることで、アントラーとか、もらえるようになるので、こちらも、挑戦してみるのがいいんじゃないかなと思います。配布でもらえるアントラーとスクロールをまとめるとこんな感じですね。アントラーは UR と SSR は3個ずつもらえるので3人分。SR は1人分ってとこですね。スクロールに関しては若干違ってて、 UR は転生2回分、 SSR は転生4回分、 SR は転生5回分のスクロールが配布されてますね。で、やっぱり無限強化の対象キャラクターとしては UR のキャラクターがやっぱ多いかなと思うんですけど、配布だけだと、やっぱり3人しか無限強化できないってところなので、誰をいつ無限強化するのかっていうのは、プレイヤーの皆さんが選択していく必要があるのかなと思ってます。というところで今回は、そういう方のために美課金以下でも優先していいおすすめランキングっていうのを紹介していこうかなと思ってます。では無限強化優先度ランキングをつけていこうかなと思うんですけど、いつも通り SS から B まで置いてます。基本的に、僕の動画を見てくれてる方は美課金以下の方だと思うので、SS ランクのところだけ見て、そこのキャラクターを無限強化して、あとはちょっと様子見とかでもいいんじゃないかなと思ってます。では美課金的無限強化おすすめランキングはこんな感じですね。 SS ランクが SSR の2人と SR のリレルリラですね。 S ランクとしてセフィロス、ユフィ、アムネリス、オーモンとエアリス、 A ランクがクラウド、ティファ、オベロン、 B ランクがその他って感じですね。1点だけ補足なんですけど、エアリスは SS にするかすっごい迷いました。迷ったんですけど、エアリスしか持ってないのであれば正直無限強化するみたいなところがあるので、S にしたって感じですね。まず SS から見ていくんですけど、やっぱりモントとナーシアは貴重なコスト50のタンクキャラクターかなと思ってます。このゲームはどのレアリティであっても特徴があったりとか、安定して強かったり個性が強かったりっていうところの差分はあるんですけど、基本どんなキャラクターも強いんですよ。ただ基本的にはやっぱり UR のキャラクターが強いので、 SSR 以下のキャラクターっていうのは基本的に
対人戦で使われることはありません。期間限定ギルドバトルとかで、コスト制限があるような時は、よくタンクのコストを下げるっていうことをする方が多いので、まあ、SSR 以下のタンクキャラクターとか、サポートキャラクターっていうのは、かなり重宝される存在になってます。それで言うと今回 SSR のアントラーは配布で3つもらえるので、まあ、この2人を強化しても1個温存できるってところが結構ポイントかなと思ってます。モントとナーシアの無限強化内容こんな感じになってます。モントは、射撃耐性が30上がるのでもともとマイナス10だったんですけど、プラス20まで上がるってところですかね。こうすることでモントの耐性が魔法以外マイナスがなくなったので結構ね使いやすいタンクになったんじゃないかなと思います。でプラスで全属性アビリティ攻撃耐性アップ10だったりとかドレインキラーの、回収っていうのがあって AP ダウンと AP 吸収っていうのが追加されるのでこれもねかなり強いアビリティになったかなと思います。続いてナーシアですね。不要効果としては素早さアップ、クリティカル回避アップ、ディバインベールのリプレイスってところで個人的にはやっぱ一番素早さアップが大きいかなと思ってます。結構ナーシア遅めだったので、まあ、コスト戦とかでかなりお世話になったキャラクターではあるんですけどあまりにもちょっと遅すぎてアタッカー2人の方が先に前出てるよねっていうのも多々あったかなと思うので、まあ、その辺補強できるっていうのは非常にポイントかなと思ってます。ディバインベールの変更点としては防御弱体耐性、精神弱体耐性大幅アップっていうのがついた感じですかね。最後リレルリラですね。リレルリラは無限強化で HP15% とヘイトアッププラス5っていうのをもらってて SR のくせにめちゃめちゃ強い魔法タンクになったんじゃないかなと思ってます。このキャラクターの EX120 の技のサイレススペルっていうのがまあ強化される前からめちゃめちゃ強かったんですけどどうやら今回の無限強化を受けると沈黙の係数が上がるらしいので、まあ、よりかかりやすくっていうところになってくるかなと思います。低レアリティなのに、やれることが多くてかつタンクもできて属性相性も悪いのがない闇っていうところでかなりねいい条件が整ってるかなと思うので僕もこの収録終わったらすぐにリレルリラを無限強化しようかなと思ってます。続いて S ランクのキャラクターの、まあ、説明をしていくんですけど S ランクのキャラクターはこんな感じで3つに分けられるかなと思ってます。まずセフィロスを引いた方は、まあ、せっかくのセフィロスだし、強いことは間違いないので無限強化まで解放しちゃっていいかなと思います。セフィロスは無限強化をすることで1つと射撃耐性を10ずつ上げられるっていうとシャドウフレアに必中効果がつくので必中の数が純粋に増えるっていうのは、すぐ目に見える強化内容かなと思ってます。セフィロスを無限強化する場合は、他に、無限強化するキャラクターあんまいないと思うので UR のアントラも温存してラフに備えるってことができるんじゃないかなと思ってます。続いて火ですね。ユフィとオーモントってところで、まあ、さっきも話したんですけどオーモントの、無限強化内容がすごい強いものになってて一つ耐性と射撃耐性を上げつつ流行りの自動回復ですね。攻撃を受けた後に、まあ、一定 HP 以下だと、まあ、回復をしてくれるっていうところで耐久力が上がったんじゃないかなと思ってます。で来週ユフィを引くつもりでピサロとかピサロのビジョンカードとか持ってる方であれば今からオーモントを無限強化しておくっていうのは全然ありなんじゃないかなと思います。単純に使いやすくなったと思いますね。で最後がアムネリスとエアリスってところでアムネリスは無限強化をすることで精神貫通魔法栄翔短縮で一部ドレインがつくってところでどれも無駄なく、シンプルに強いアビリティかなと思ってます。一方エアリスはめっちゃ強いと思ってて、HP アップと範囲耐性がつくので、まあ、この時点で相当強いっていうのと、まあ、リレイズがリプレイスされるんですけど、リレイズ後に起き上がったキャラキャラクターの回復量が増えたりとか、CT アップしたりとかイメージとしてはオーマシリーが自分自身にリレイズを付与してそのリレイズで起き上がった時は CT アップですぐカウンターしてくるみたいな、まあ、そういったことが、水パーティーでもできるようになるってとこですかね。で最後美課金以下は無限強化どうしたらいいのかってとこでお話ししていくんですけど、まあ、それをねお話ししていく上で実際に僕も無限強化を、まあ、自分の手でポチポチやってみようと思って、まあ、やった結果がこんな感じなんですけどナーシアを140にしてみました。で無限強化もレベル20にするまでこうポチ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 とめちゃめちゃこうタップさせられるなって思いながらやってたんですけど
最初の無限強化解放に使う四樹とか、アントラーさえ用意できれば、まあ、あとは楽っていう印象でしたね。で、レベル20までした結果、これが運が良かったのか悪かったのかはちょっと分かんないんですけど、 HP530 アップっていうのは、純粋に強いんじゃないかなと思ってます。でかつ無限強化によって得られる付与効果っていうのは武具とかとは別で乗るものになってるので、やっぱね強いかなと思ってます。でナーシャの場合はやっぱ素早さ 15% っていうのが非常に大きいかなと思ってて、まあ、実際に、素早さモリモリの状態の、ナーシャ見てみたんですけど、まあ、85っていうところで直近のキャラクターほど早かったりするわけじゃないんですけど、まあ、それでも無限強化前に比べると76ぐらい上がったんじゃないかなって気はしてますね。うん、やっぱタンクはねそれなりの速さは欲しいと思うので素早さ重要ですね。ちなみにツイッターでこう情報を募集した時にいただいた画像を少し拝借させてもらうんですけど、リレルリラを45回転生した画像をいただいたんですけど、この方、転生45回繰り返してます。これが多分今できる転生の限界だと思ってて、もちろんこれの他に指示もいるんですけど、まあ、指示は最悪なんとかなるとして、1回の転生でスクロール20個使ってそれを45回やるということはスクロールが900個必要になります。一応、こんなん本当って思ったんですけど、計算したところ、ショップで800もらえて放送で100もらえるので、まあ、ちょうど900個ってとこですかね、まあ、それでもこの相当回数転生を繰り返してる人でも半分もまだ HP ないってところなので、まあ、やっぱカンストなんでね、美課金以下は意識しなくていいかなと、というか無理だなと思いましたね。というところで無限強化の改めてまとめなんですけど、無限強化のありなしっていうのは結構変わるかなと思ってます。付加能力が変わったりとかレベルが上がったりするんでね。でもし対人戦をある程度したいな、しようかなと思っている方であれば、無限強化解放してレベル140にするっていうところまでがとりあえず必須条件になるかなと思います。で最後が転生に関してなんですけど、まあ、転生っていうシステム自体は一旦スルーして後で考えるのでもいいのかなと思いますね。で最終結論、美課金以下は無限強化どうしたらいいってところにお答えするとこんな感じですね。対人戦をある程度するのであれば、無限強化を解放まではやっぱ絶対に、した方がいいかなと思います。続いて強いパーティーが組める時になったらその時に無限強化するってところで、こちらの考えに従うと、まあ、S ランクの、判断基準もわかるかなと思うんですけど、例えばオーモントを、無限強化するか迷ってる時に考えてほしいのっていうのは、まあ、ユフィを引くのかどうか、ピサロを持ってるのかどうかみたいなところですね。この2人を持ってなかったらおそらく直近非属性を使う理由っていうのはほとんどないかなと思うので、まあ、こういった場合は無限強化を見送りしてもいいんじゃないかなと思ってます。で同じくエアリスもめちゃめちゃ強いんですけど、ペレーネがやっぱり必要になるかなと思うので、ペレーネとエアリス持ってるけどアムネリスは持ってないみたいな方であれば、いつかアムネリスが当たった時に、無限強化をしていくっていうのもありなんじゃないかなってところです。ちなみにやっぱこういう新要素っていうのは、実装された後すぐは素材が足りなかったりとかするもんなんですけど、EX ジョブに関しても結構素材がある程度はストックできる状態にはなってるので、まあ今だけかなと思います。さすがに配布とかログインボーナスとかイベントの報酬でアントラーとかスクロールが、まあ、配布されてくるのかなと思うので、まあ、ゆるりと、やればいいんじゃないかなってところですね。はい、というところで今回は終わろうかなと思います。今回は無限強化されたキャラクターに関して、美課金以下でも優先的に育成していいキャラクターっていうのをお話ししてきたんですけど、いかがだったでしょうか。思ったよりはこう差がつかなかったりとか、まあ、差をつく人っていうのはもう本当にスクロールとかに対してめっちゃお金をかけて何回も何回も転生させてようやくあの3000で HP を得るので、一旦美課金以下の方は、まあ、無限強化を解放してレベル140までするっていうのを目安に遊んでもらえればいいんじゃないかなと思います。転生層を楽しむ参考にしてもらえればなと思います。よければ高評価、チャンネル登録、ツイッターフォローもよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。